皆さんこんにちは。これから何枚かの写真をお見せするんですけれども、それらの写真はすべて同じ市町村で撮影した写真なんですね。で、その市町村名を当ててもらうというクイズです。有名スポットとかその観光地とか、そういうなんていうのかな、人々によく知られているスポットの写真だけではなくて、もう素朴な街並み、素朴な自然風景の写真が登場しますので、できるだけね、早いうちにその地域をね、推測できれば日本の街並みというかね、日本の風景というのが本当の意味でよく分かってるというね。逆に最後の方になって名所が登場した段階で、なんとなく分かってきたというようでは、それはね、本当の意味で日本の街並みがよく分かってないというね、そういう事実がね、否が応にも明らかになってしまうという、まあ、非常にこうね、残酷なクイズなんですけども、その残酷なクイズにね、飛び込んでいくね、視聴者の皆さんね、ちょっと拍手を送りながらクイズを進めていきたいと思います。それではまず1枚目の写真を見てください。まあ、商店街なんですけど、ちょっとシャッターが降りちゃってシャッター街になってしまってますよね。なんか造花がありますけど、桜ですかね。造花が虚しいですよね。まあ、造花っていうのは要するに偽物ですからね。ちょっとこのシャッター街がね、ちょっと寂しい雰囲気を漂わせてしまってますよね。はい、次の写真。これもこの街にある風景なんですけど、これのんべ横丁っていうみたいですね。ちょっと古い街並みなんですよね。で、古くてちょっとね、にぎわいが、その古いのはいいんですけど、ちょっとやっぱり老朽化が激しいっていうんで、街がその再開発を計画してるらしいんですね。で、再開発に反対する人もいて、私もあんまり再開発には賛成できないんですけども、やっぱりちょっとその古い街並みを生かしつつ、どうね、そのこの市街地を盛り上げていくかという、なかなかね、難しい課題にぶち当たってるという、そういう地域がありますね。はい、次の写真。ただその寂しいシャッター街だけが全てじゃなくて、こういうね、自然もありますよね。まあ公園なんですけども、これは秋ですかね。この水草とかがね、生えてて、なかなかその清々しいですよね。はい、次の。これも同じ公園なんですけど、池がありますね。池があって、木漏れ日が。結構広い公園ですよ、これ。川沿い、川に面している公園で、結構広いですね。うん。はい、次の。でね、こういうね、鳥が結構いるんですよ。で、なんかさ、公園に行くとさ、なんかおじいさんがよくカメラで、なんか鳥の写真撮ってますよね。なんかさ、いつ行ってもさ、その池のところにさ、おじいさんがさ、おじいさんたちがたむろして、なんか写真でさ、おじいさんたちなんかカメラがすごいのね、なんかその、三脚立ててさ、そのカメラにさ、なんかすごい長いレンズつけてるじゃないですか。で、しかもその、三脚立ててるからもう手ぶらなんかないのに、さらにその、シャッターを押すときに、なんかその、カメラでこう、シャッターっていうの、シャッターボタンを押すと、ちょっとブレるんですかね、その、ちょっと手が触れた分だけ、ちょっとさ、そのカメラが若干動くじゃないですか。で、それを防ぐために、なんか、遠隔スイッチっていうのを、なんかそのスイッチでそのカメラのシャッターボタンを押したりとかさ、そこまで本格的にやる必要あるんだろうかってね。そもそもさ、夜景じゃないんだからさ、カメラ手持ちで撮影したってそんなに手ぶれないですからね。今カメラでさ、手ぶれ防止機能とかよくついてるのありますけど。いや、さ、公園で、鳥の写真撮ってるおじいさんたちこだわりすぎてますよね。いや、それがまたね、ね、やっぱりこだわるのが、ね、ジジイはこだわるのがね、鳥へっていうか、すいませんね、なんか、暴言吐いちゃって。はい、次の写真。これも商店街ですね。ここは賑わってるんですよね。結構、まあ、ただ老人率が高いっていう、そういう感じもするんですけど、非常にこう、賑わってる商店街もありますよね。でさ、前から思ってるんですけど、このさ、商店街の道ってさ、これ、公共空間じゃないですか。その公共空間にさ、お店からこうやってこう、右のお店みたいな感じで、こう、段ボール箱とかさ、そのお店の品物とかをさ、道路にはみ出すのって、これさ、ダメですよね、こういうね。これダメでしょ、こういう、厳密に言えば。いや、そんなにその実害があるかって言ったらないかもしれないけど、でもさ、いや、本当はいけないんだけど、まあ、許してもらおうっていうつもりでやってるんだったらいい、まあいいんですけども、
なんかその自分のお店の前なんだから、その店の品物を置くのは当然だっていう、そういうつもりで、何にもその本当はいけないんだっていう意識持たずにこうやって商品を並べてるんだとしたら、それはちょっとどうなのかなって気がするんですけどね。なんていうのかな、みんな八百屋さんってみんなそういうことやってるから別にいいじゃんっていうかさ、そういう意識でやってるんだとしたら、それは私は賛成できないなっていうかね。いや別に私はそのお店に咎めるつもりはないですけど、ただそのなんていうのかな、やっぱり本当はやっちゃいけないことやってるんだったら、そのリスクっていうのはちゃんと背負うべきであって、みんなやってるんだから当たり前だよねっていう意識は私は良くないなと思うんですけどね。はい、次の写真。これもまあ、似たように、まあ、市街地の風景なんですけど、まあ、ちょっと夕暮れ時なんですけどね、まあ、三菱東京 UFJ 銀行がありますね。まあ、まさにこう日本を代表するような銀行かなとは思うんですけど、ユーロードっていう商店街ですね。はい、次の写真。で、これは駅前の風景なんですけど、やっぱり人通りは多いわけですよ。ね、スクランブル交差点があって、ここにもなんか銀行がありますね。銀行とイトーヨーカドーですかね。うん。まあ、三井住友銀行もね、三菱東京 UFJ 銀行もね、結構長ったらしいですよね、名前がね。まあ、昔はその三菱銀行とかね、だったんですけど、なんか、いつの間にか銀行合併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 、もう合併大好きですよね、銀行ってね。まあ、でもそろそろ落ち着いてきたんでしょうかね、メガバンク3行に落ち着いてね。はい、で、次の写真。はい、これはね、一つ観光名所にもなってる乗り物ですね、ボートなんですけど、これね、川なんですよね。うん。で、川を渡る手段としては、橋が一般的なんですけど、ここではまだ渡し船が使われてるみたいですね。ただ、渡し船が使われてるんですけど、やっぱりちょっとね、今はもう観光客向けの乗り物っていう一面が非常に強くなってますね。うん。だからね、前は毎日運行してたんですけど、最近はね、なんかね、土日だけだったか、日曜だけだったかな。なんか休日だけなんですよね。だから、やっぱりその、地元住民の、交通手段というよりは、なんか珍しい、まあ、文化財っていうのかな、文化財的な一面が非常に強くなってきちゃってるっていう、そういう一面はやっぱありますよね。うん。はい、で、次の写真。やっぱりこの街の観光名所とか一番有名なスポットといえばこれでしょうかね、やっぱね。うん。まあ、これお寺なんですけどね、お寺に、その松の木がたくさんこう絡みついたりして、ちょっと風情がありますよね。うん。ただね、このお寺っていうよりもね、ひょっとしたらね、お寺に続く参道の方が有名なのかもしれない。次の写真いきましょう。はい、これです。これですね、これ町並み保存地区なんですけど、お寺へ向かうね、参道になってますね。うん。多分これがね、有名でしょうね。なんかドラマの、なんかドラマのロケ地ですかね、ロケ地にもなったらしいですよ。なんか有名な、長編ドラマ。私はちょっと見たことないんですけど、あんまり見たことないんですけど、まあ、名前は知ってるけど、うん。まあ、街並み保存地区っていうのはね、よくロケ地に使われたりとかしますけどね。ドラマとか映画とかね。うん、はい、そんなわけでね、全部で、1、2、3、4、5、6、7、14枚。あ、ごめんなさい、11枚写真をお見せしたんですけど、わかりましたかね。最後の3枚は観光名所なんで、これはもうサービス写真ですからね、言っときますけど。うん。できれば、最初から外れて8枚目までで分かってほしいんですよ。8枚目までで正解にたどり着いたら、私は、正解者の方をですね、もうまさに表彰したいですね。最後の3枚は、3枚で分かったら、まあ。うん、という感じですね。それではね、正解発表の方行きたいと思います。正解は、葛飾区ですね。東京都葛飾区。ごめんなさい、市区町、あの市町村と言いましたけども、東京の場合は、区っていうのも市ですからね、あれね。大阪市とか名古屋市とか札幌市っていうのは、その市の単位で一つの地方自治体じゃないですか。で、東京23区の場合は、23区全体を東京市とかそういうのないですから、葛飾区っていうのはもう、なんていうの、位置づけとしては市と同じ立場なんで、今更言うのもおかしいですけど、まあ、説明欄に書いてあるからいいかな。うん、葛飾区ですね。うん。それではね、最初の写真からちょっと見ていきたいと思います。最初の写真ですね。
シャッター街なんですけど、これね、葛飾区内にある立石の街並みでして、立石の商店街なんですね。うん、京成立石駅周辺にある商店街なんですけど、立石はちょっとね、この古い街並みが魅力なんですけど、その一方でちょっと、錆びれちゃってる一角もあって、その再開発をしようとしてる葛飾区と、再開発反対するその住民との間で、ちょっといざこざというかね、どうなることやらって。私もちょっと古い街並みが好きなんで、やっぱりその古い街並みを生かしつつ、そのにぎわいをもう一回取り戻すというね、そのね、一挙両得というか、そのね、欲張りをね、実現してほしいんですよね。うん。で、はい、次の写真行きましょう。のんべ横丁。これも立石の街並みですね。うん。まあ、こういうね、錆びれたというか古い街並みというのは地方都市を連想させるかもしれませんけど、まあ、地方都市でね、シャッター街とかね、空洞化、ドーナツ化現象っていうのは非常にこう顕著なんですが、東京都内でも、しかも東京都区内でも、シャッター街になってしまっている場所っていうのはあるんですよね。うん。それをね、今後どういうふうに、やっぱり人口があるわけですから、人口がある中でどういうふうにね、その魅力を発信していくかって、これ なかなか結構難しい課題ですよね。安易にその取り壊して再開発して綺麗なビルを建ててしまうっていうのは、それは分かりやすいやり方かもしれませんけど、ただでも個性を潰すことになるんですよね。だ結局どこにでもあるような街並みになって、じゃあ建石じゃなくてもいいじゃないかって話になるわけですよ。ね、で結局その根本的な解決になってない気がするんで、やっぱりその再開発にお金かけるんじゃなくて、もっとその別のね、古い街並みを生かすという、そういうちょっとね、その古い街並みの価値というのをね、葛飾区にはちょっと認めてほしい、評価してほしいなという気がするんですけど、はい、次の写真、これは水元公園ですね。水元公園のまあ10月頃の風景ですかね。まあ、こういう風にこの水元公園というのは非常にこう水が豊かな公園ですよね。はい、次の写真。これもまた水元公園なんですけど、まあ、水元公園は本当に川沿いなんで、こういう、ね、まあ、とにかく自然豊かですよ。うん。はい、次の写真。これも また水元公園なんですけど、鳥がいますよね。やっぱね、水があるところに鳥がいるというかね、まあ、水鳥というか。うん。まあ、水元公園はね、非常にこう、すがすがしいですね。まあ、東京都内でも井の頭公園とかもさ、たくさん人行きますけど、井の頭公園とか臭いですもんね。そんなこと言っちゃ失礼だったかもしれませんけど、井の頭公園さ、私高校生の時に通学路だったんですけど、臭いんですよ、本当に。水がね、なんか水が濁っちゃってさ、臭いんですよね。だからその、水をね、水質を改善するってことで、貝掘りとかやってましたけど、どうなんでしょうかね。まあ、井の頭公園もね、やっぱり外国人の観光客も来るようなところですから、やっぱりちょっと臭さはちょっとなんとかしないといけないよなって思ってるんですけどね。水元公園は綺麗ですよ、非常に。うん。はい、綺麗な水元公園に別れを告げて次の写真と。で、これは亀有の商店街、アーケード街ですね。亀有は非常にこう、亀有もね、駅前はね、再開発されちゃってるんですけど、ただこの古い街並みが残ってる一角はこういう風にね、ちょっと古いアーケード街とかがあって、ごちゃごちゃとしてますよね。はい、次の写真。これも亀有ですね。Uロード商店街ですね。で、三菱東京 UFJ 銀行があるんですけども、まあ、三菱東京 UFJ 銀行っていうのはね、日本を代表する銀行といっても過言ではないですけども、ただ、やっぱりね、東京に多いですよね。まあ、なんていうのかな、日本全国の、まあ、大都市中心に展開してはいるんですよ。展開してはいるんですけど、ただ、関西だと関西アーバン銀行とかさ、そういう銀行が多かったりとか、ね。で、岩手県だったら岩手銀行が多いし、北海道だったら北海道銀行が多いし、やっぱりね、三菱東京 UFJ 銀行とか、そういうね、いわゆるメガバンクと言われる銀行が目立つのって、やっぱり東京なんですよね。うん。なんだかんだでね、東京にね、だから東京ってね、それこそ、なんていうのかな、地方銀行ってあんまりないですもんね。メガバンクか、あるいは、信用金庫かって感じで、あとは地方銀行のなんか東京支店とかがあったりとかしますもんね。うん。
そうそう。だからね、そのローカル銀行がね、東京ってあんまりないんですよね。はい、次の写真来ました。これは亀有駅前の風景ですね。亀有駅前はね、綺麗に再開発されてるんですよね。まあ、再開発されてて、まあ、イトーヨーカドーがあって、たくさん人が歩いてるから、まあ、再開発に成功してるって言っても言えなくもないですけど、ただ、やっぱり、亀有も駅前はあんまり面白くないですよね。亀有駅前に、亀有駅前にさ、こちら葛飾区亀有公園前派出所に出てくる両津勘吉さんの、なんか、石像があるらしいんですけど、まあ、私はね、こちら葛飾区亀有公園前派出所って、なんか、あんまり好き、まあ面白いけど、でも両津勘吉ってあんまり好きじゃないっていうか、まあ、ああいう人がいたらあんまりなんか嬉しくないっていうか、ああいう人がいたらさ、なんかさ、めんどくさいですよね。なんかね、なんかその自分は自分勝手にやりたいのに、なんか人情だ、なんかさ、義理だ、人情だみたいなことを押し付けてくるようなさ、そういう人はあんまり好きじゃないですけどね。私は両さんよりはそれこそ部長の方がまだいいと思う。まだ、隣に、なんていうの、身近にいたら、部長の方がまだ、まだ、まだ、いけ、まだマシかなって感じなんですけど。まあ、こちら、葛飾区亀有公園、長いな、なんか、めんどくさいな。まあ、そんなわけで、亀有っていうのは葛飾区にありますと。で、はい、次の写真いきましょう。矢切の渡しっていう渡し船なんですよね。これ江戸川なんですけど、江戸川に渡し船があって、渡し船がね、今でも運航してるということなんですけど、これ、ね、運航時間が決まってるわけじゃなくて、なんかね、その桟橋にそのお客さんが来ると、そのボートの、なんていうの、乗り、なんて、ボート乗りのね、船長さんがそれを見つけて、ボートを漕いでやってくるって感じなんですね。で、お客さん乗せて、それで、こきこきとね、ボートを漕いで向こう岸まで行く。で、向こう岸は千葉県松戸市なんですよ。で、矢切の渡しっていう、矢切っていう地名は、千葉県側の地名なんですね。だけど、この写真は、まあ一応、葛飾区側から撮ってるんで、まあ葛飾区の写真っていうふうにしたんですけど、矢切の渡しの矢切というのは、千葉県内の、地名だということはね、ちょっとテストに出るんで、覚えておいてください。はい。で、次の写真いきましょう。これは帝釈天ですね。お寺、大教寺っていうのかな、正式名称は。帝釈天です。葛飾柴又の帝釈天ですよ。はい、そうです。で、次の、最後の写真は、これは帝釈天の参道ですね。男はつらいよのなんかロケ地になったとか言われますけど、ただ私はロケ、あの男はつらいよっていうドラマ見たことないんで、ちょっとよくわかんない、知らないですけどね。だこういうふうに葛飾区っていうのは古い町並み保存地区っていうのはあるんですよ。観光化された町並み保存地区っていうのは確かにあるんです。ただ私は観光化されたものじゃなくて、本当に純粋に素朴に古いものが残ってるだけの古い町並みっていうのも、やっぱり非常にね、貴重なんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり、男はつらいよのロケ地になった観光、町並み保存地区っていうのは、意図的に残したものであって、なんかやっぱりその、俗物的というか、なんというのかな、やっぱり不自然さっていうのはやっぱり拭いされないじゃないですか。でも最初に紹介した立石の町並みっていうのは、本当に自然に古い町並みなんですよ。その自然で古い町並みっていうのは、今はそんなにさ、評価されてないかもしれませんけど、でもさ、これから絶対人気出ると思うんですよ。絶対残しておくべきだと思うんですね。例えばね、東京都新宿区に新宿西口思い出横丁ってあるんですけど、今ね、外国人の観光客がね、結構来てるんですよね。まあ中国人とかね。まあ多分家電量販店でなんか爆買いした後に、じゃあちょっと古い街並みでも探索しようかっていう感じなのかもしれないですけど、結構そういうね、古い街並みってね、本当に日本のね、財産だと思うんですよね。それはもう、葛飾柴又の、その帝釈天参道だけじゃなくて、立石の街並みっていうのも、潰してしまったら、そんな、取り戻すことはできないわけですよ。だからね、その古い街並みというのをね、もうちょっとね、その大事にすべきだと思いますよね。その、
帝釈天参道とかね、そういうのが観光地になってて、その実力というものをね、分かってる葛飾区だからこそ、本物の古い町並みというのをね、うん、大事にしてほしいなと思いますよ。うん、まあ、そんなわけでね、クイズ、この写真はどこの町でしょうかを終わりたいと思います。